はじめまして、こてつです。初めて YouTube に投稿された時はまだ子猫でした。成長の記憶や言うて、いつも飼い主が動画を撮ってました。そしたらある日、めっちゃ美味しいおやつをもらえたんです。なんやこれは思って、よく見てみたら、袋にはチャオチュール、そう書かれていました。その日から、わしのおやつライフは一変。昼寝の後に半袋、夕飯の時にも、桜のチュールをこっそりつまみ食いした後に、また半袋。たまに、勝手に食べないでよね、って、桜に怒られたりなんかして。できれば、朝と深夜にも食べたいんやけどね。そんな風に、毎日おやつライフを楽しんでいます。